井戸が出てくるの。すごく古い井戸で、縁のところが一箇所欠けていて、中を覗き込んでも真っ暗で何も見えないの。その家は誰も住んでいないみたいで。 私は中に入っていくの。そこはひどく荒れ果てていたの。階段があったから登ろうとすると、なんだか絶対にここを登っちゃいけないって、そんな気がして動けないの。 新聞社の、あちらの部屋です。すいません。中央日報の宮地と申します。はい。11年前に担任をされた山村貞子さんのことで。 写真ないんですよ。ご覧になりますか。あの子は入学が少し遅れて、お母さんが亡くなってからはすぐにお父さんに引き取られて、島を離れましたから。生駒平八郎博士。ええ、確か2学期の途中までしか。貞子さんはどんな子でした。頭のいい子でした。 とても綺麗で、山村家にも行ってきたんです。全然取り合ってもくれませんでしたが、お母さんの静子さんのことでずいぶん騒がれましたから、あんな亡くなられ方で。貞子さんにはそういう力はあったんですか、母親のような。それはただ、 あの子、海をひどく怖がって。海？その子たち海で死んだんです。14人も。水泳の時間にクラスで浜に出たんです。サダちゃんはその時もひどく怖がって、海に入ったらみんな死ぬって。 ただちゃんだけは海に入らなかったんです。一人だけ浜にしゃがみ込んでじーっと海を見ていて、そしたら急に沖の方から子供たちの悲鳴が上がって。 Thank you.
ることができるならそれが神に逆らうことであっても私はあなたのそばにあなたと一緒にいたい全てが夢ならば夢から覚めた時あなたがいてくれればでも朝の光は私の本当の姿を照らし出す、はい、もういいよで昼飯入れますんで一時返しでお願いしますあいこさん最近調子悪いんだそうかな重森さんがイラついてんだよねえお昼どこに食べに行く別にどこでもいいよもうつまんない人ね何なのよなんでそんなにじろじろ見るのよ気持ち悪いそういえば彼女が来てからだな重森さんと愛子さんがギクシャクし始めたのえどういうことあいやなんとなくそう思っただけででも貞子って私なんかよりも熱心だし嫉妬しちゃうくらい綺麗だけどちょっと変わってるよねどうですか東京には慣れましたか、うん、この間はメジャートランキライザーの注射をしてみたんですよねどうですまだ変なもの見えますいいえやっぱり神経ってことでしょうねそういうのはね心因性のもんなんですよお芝居を始めてから楽になった気がしますあそう確かに演劇には精神療法的な面がありますからねどう劇団は楽しいはい、まあ、お芝居が一番の薬とはねすぎると本当に嫌われちゃうよはいおーい失礼します衣装作ろうときましたそこかけといてはい愛子最近顔色悪いよ大丈夫あの子が来てから誰ああ貞子あの子の後ろに何かが見えるのいつものあれそれに井戸井戸最近よく嫌な夢見るの井戸のある古い家に入っていくとそこには2階へ上がる階段があってでもそこから先にはどうしても怖くていけないなに
その夢私も見た。近くの川で今朝方発見されました。行方不明になられたお嬢さんと特徴が。顔に傷が。先生。娘は誰よりも君にあの醜い傷を見られるのを悲しんだ。たとえどんな顔になっても僕は無理にでも彼女を病院に訪ねてればどんなことには。自分を責める。間違いありません。娘です。お気の毒です。よかったのかもしれない。娘はあの不幸な事故に遭った時すでに死んでいたのです。先生、私の娘のことではありません。先生の病院を退院してからちょうど4日後に経過を渡ったんです。病院の門を一歩外、患者は私の手を離れる。娘さんがどこで何をされているか私には知るよしない。しかし今朝方川で死体が、残念ながら死んだのは私の娘で、同情してもらいたいのは私の方。葬儀の準備があります。皆さんこれと引き取りを。せめて今日一日は娘しか二人きり。じゃあ次2幕行くぞ。ちょっと休憩。愛子先生は生間平八郎博士のお弟子さんとか。ええ、そうなりますが、ただ例の超能力研究はちょっと、まあ、あの学説は博士本人が否定されたわけですから。先生も否定なさるわけですね。ええ、もちろん。聞いていただきたいものがあるんです。博士が追放されるきっかけになった公開実験のことはご存知ですよね。ええ。人が死んだことも。実験とは無関係ですよ。あの時の録音テープです。劇中いかさまだ。これは手品だ。しかも低級な手品だ。俺は騙されんぞ。いくま博士、あんた騙されてんだよ。このテープだけに録音されていたんです。どう説明できます？いや、死んだのは一人じゃないんです。この12年みんなあそこにいた人たちなんです。実験に立ち会った記者たちが一人残らず。生間博士が今どこにいるかご存知ありませんか？いえ。娘の貞子は？知りません。したがって
総理の日程もまだ発注しない。それじゃあどうするんだ。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。愛子を失った代表は非常に大きい。だがいかみんな今回の公演はもう何としてもやりたくない。それは分かってます。愛子はそのまま届いてると思うんで、おい、そこで一つみんなに聞いてもらいたい。愛子の代役はまだ研究生だが山村貞子に決めた。以上だ。杉森さんか。ちょっと来てな、杉森さん。どうしてそんなことなんかな。気にしない方がいいよ。もしもし、もしもし、君は誰なんだ。どうしていつも何も言わないんだ。アンドレ、何だ、君なのか。何だ。どうなるか分かってるの。アンドレにかけたのか。お前はあの事故で死んだんだ。そしてもうすぐ新しく生まれ変わる。生まれ変わる。そうだ。もし生まれ変わることができるなら、それが神に逆らうことであっても、私はあなたのそばに、あなたと一緒にいたい。すべてが夢ならば、夢から覚めたとき、あなたがいてくれれば。朝の光は私の本当の姿を照らし出す。それでも伝えたい。愛していると。前も言ったように、お疲れ様です。先輩のお芝居見てれば。お疲れ様でした。お疲れ様です。ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。きっといい舞台になるよ。ありがとう、富山さん。富山さん見ないで。違う、私じゃない。何が見えたんだ、富山。はい。あんまり時間がないぞ。準備済んだのか。いえ、あなたお前徹夜してでもやるんだな。はい。このきっかけだとね、明かりが入ってワンツーですよ。まずテンポを上げて、もちろんこのテンションをこう維持したままでね。
れ様。これちょっと聞いてくれないか。何？聞こえるか。何なのこれ。愛子さんが死んだ時にかけていたテープだ。ダイビングした時はこんなノイズ入ってなかった。どういうこと？後から入ったの？今の殺されたって言ってない？一雨降るのか。母親か。死んだのか。帰ってください。お前を一流の女優にして、俺ならそれができる。今夜はもう遅いでしょ。泊まってきなさい。そうだ、それがいい。貞子の衣装直さなきゃならないから。そんなの貞子にやらせりゃいいじゃん。一番新米なんだから。役好きの人にやらせるわけにいかないよ。どうでもいいけど、最近貞子と遠山さん雰囲気おかしいよ。気をつけた方がいいんじゃない？お先に。お疲れ様。
こ見なかった？いや、なんかおかしいの。貞子か。やっぱりあなたが持ってったのね。どうしてこんなことするの？私が？とぼけないでよ。よせよ。香織さんの言った通りよ。この子が来てから。よせ。ごめんなさい。時々自分が何をしていたか覚えていないことがあるの。昨夜も重森さんが部屋にやってきて、覚えてないの。貞子、話してくれないか。お前は何を怖がってるんだ。私のそばに誰かいるの。今もいるのか。その誰かは知らない人じゃないの。昔会ってたような。でも子供の頃のことも途切れ途切れにしか覚えてなくて、うなされてたよ。気を失ってたんだ。覚えてるか。しかないけど。貞子、ここには何もいないだろ。どうした？貞子！すいませんが、忙しいんで。先生、
うちの劇団、先輩が一人死んだんです。突然。貞子が来てから、なんか変なことが次々と起こるんです。教えてください。貞子に何か特別なことがあるんですか？とにかく、私の立場からは何も言えませんので。お願い、貞子から離れて。今日保護者っていう人に会ってきたの。やっぱり貞子は何か隠してるのよ。俺には何も隠してない。どうかしら、重森さんの様子がおかしいの。あなたも気づいてるでしょ。みんな噂してる、貞子のせいだって。重森さんだけじゃない、愛子さんが死んだのも貞子のせいだってみんな言ってる。貞子は普通じゃないのよ。そろそろバータリ行くよ。出てってくれないか。あそこにいるのが重森ですから。中央日報の宮地と申します。初日前日のお忙しいところ申し訳ありませんが、お時間をいただきましてありがとうございます。どういたしまして。今回の新作仮面について伺いたいんですが、新人を抜擢されたとか。ああ、あの子ですよ。神に逆らうことであっても。話を聞いていいですか？どうぞ。貞子。あなたが山村貞子さん？ちょっと話を。
聞いといて、連絡先も。はい、小室さん、じゃあ起きて、早く、はい、分かった、はいはい、どうも、はいはい。あ、宮治、大島からお客さん。どうしてわざわざ。この間訪ねていただいたときにどうしても言えなかったことがあって、今まで誰にも話せなかったんです。山村家のことなんです。サダちゃんが入学してから一度だけ山村家に伺ったことがあって。その頃はもう静子さんは普通じゃなくなっていて、気がついたら山村さんたちを見失っていたんです。そこから何か這うような音が聞こえて、呪われてるのね。私を撮った写真は？公開実験で死んだ連中だと思わないか。最初に死んだあんたの婚約者も。イクマは観念は生物なりと言ったんだ。人間の思念はエネルギーになり得ると。だがそれだけなのか。もっと別な力を貞子は呼んでるんじゃないか。こんな話記事にはできないぞ。初めから記事にするつもりはないわ。今までありがとう。写真を撮られるのはそんなに苦手か。お前の母親が誰かやっと思い出したよ。あの騒ぎはよく覚えてる。お前の母親は公開実験で人を殺した。お母さんにそんなことは。愛子が死んだのは偶然じゃない。お前は女優になるためなら何でもする女だ。
12年前もお前が殺したのか。俺はそういう女を探してた。理想の女優だ。貞子、俺を殺す気か。そんなに遠山がいいのか。死ぬ時はお前の道連れだ。今の話を全部ぶちまけ。お前は生きていけない。お前は俺のものだ。塞がりかけてる。こんな出血で。悦子さん、取材にお邪魔した宮地と言います。協力してほしいことがあるの。朝になれば重森さんが見つかる。自首するよ。ダメよ。俺は貞子を晒し者にしたくない。やめて。他にどうしようもない。
おじいちゃん、今お水持ってくるからね。ちょっと待っててよ。終わったわけじゃない。重森さんはうちに来ない。どうするんです。今さら中心できるか。やるしかないだろで、どこか遠くへ行こう。心配ない。舞台をやり遂げるんだ。綺麗だ。ハッ
出て。彼女なんですか。あんた君は見ない方がいい。娘は誰よりも君にあの醜い傷を見られることを悲しんだ。たとえどんな顔になっても僕は無理でも彼女を病院に訪ねてればどんなことには自分をすべきだ。間違いない。娘です。お気の毒です。これでよかったのかもしれない。娘はあの不幸な事故に遭った時すでに死んでいたのです。重森さんが死んでる。
貞子、やめろ、やめるんだ。君には素晴らしい力がある。落ち着け、落ち着くんだ。貞子、落ち着くんだ。貞子。私が殺すつもりだったのに。でもまだ終わってない。あなたたち井戸の夢を見たでしょ。貞子はもう一人いるのよ。そいつを殺さない限り呪われて死ぬのよ。
カオルさんは悦子さんたちを見てて。貞子を殺しに来たの。貞子は一人だった。だが途中で二つに分かれた。片方は母親にいていた。もう片方は多分あの子の本当の父親に。母親はそれを見て気が狂った。薬漬けにして成長を止めるしかなかった。貞子、まさか貞子を連れてきたんじゃ。
一緒に逃げるんだ。早く私から離れて。何言ってんだ。おい、こっちだ、こっちだ。愛してる。Ah!
これで気分が落ち着く。お父さん。うん？私の本当の父親は誰なの？何を言ってるんだ、バカなこと。父さんに決まってるだろう。そうよね。お父さん。貞子、もう終わりにしよう。父さんもすぐ後を追う。お父さん。許してくれ、貞子。許してくれ。貞子、うなされてたよ。遠山さん。